皆さん、お元気ですか？カカジです。今日はね、ちょっと今までと違う試みをね、やってみようかななんて思ってますよ。え、あの動画のコメント欄の皆さんね、いろいろ本当にいつも書いてくださってありがとうございます。それのコメントにね、いつも文字でお返事してたんだけど、こうやって音声で返すのもまたおつなもんかななんて思ってさ、今私のうちでホットなこのね、ウーパールーパーさんね、アホロートルね、先日動画をお届けしましたよね。この子名前決まりました。名前命名の儀取り行います。はい、ワンタンちゃんと決めました。ワンタンね、あの食べ物のワンタンみたいな色や質感なんで、ワンタン、私がワンタン好きだっていうのもあんだね。ってことで、このワンタンちゃんと共にお届けしようかなって思ってます。それでは早速行ってみましょう。最初のコメントは、漆黒のオットセイさんですね。はい、こんばんは。こんばんは。ウパさんですが、自分の楽しみ方はエラを大きくすることです。環境によってめちゃくちゃ長くなることもあるんで、それを試行錯誤してふさふさになりました。この子もエラ大きくなればいいですね。ところで、明日のイベントで何か迎える予定です？はい、とのことです。これね、もうずいぶん前だね。動画、この子のね、お迎え動画をアップロードしてすぐ書いていただいたのかな。ってことはブラックアウトじゃねえかな。イベントってね、何をお迎えしたんでしょうね。気になりますね。ってところで、この方すでにね、ウーパールーパーを飼育なされてて、しかもふさふさにエラをね、大きくするということに成功してるってことで、素晴らしいですね。それもね、自分で試行錯誤してそこまでたどり着くっていうね。このエラのふさふさね、はい、外彩と呼びますよね。で、エレメント、ふさふさの部分をエレメントと呼ぶようなんですが、これ、先日のお迎え動画でご紹介したアキラリウムさん曰く、毎日の水替えで水をきれいにね、これが水が汚れ始めるとエラのふさふさがどんどん溶け始めるらしいんです。で、彼らはいつもね、溶けるのと再生ね、また作るっていうのをこうせめぎ合いの中で生きてる感じなのかな。で、水の汚れが進んでくると、やっぱりどんどん溶ける方が勝ってきちゃうらしいんだよね。だから毎日全量を交換、水を交換して綺麗な状態を保つとね、ふさふさがキープできるんだなみたいなね。もう一個の要素としては、お腹いっぱい毎日ね、もうこれ以上食べないぐらいご飯をあげるのがいいそうです。そのことによって、胃が肺を圧迫して、肺を使った空気呼吸に頼らなくなってきて、エラを発達させるというね、そんなこともあるみたいですよ。そのアキラリウムさんの飼い方に準じて、今のところもうね、1週間以上経って、もうこんなに大きくなってんだな。お迎えの時は指と比べてあんまりね、こう指が巨大生物みたいな感じだったけど、もう指一本分ぐらいまで成長しちゃったよ。あっという間だね。すごいな。はい、ということで、そんな飼い方で今のところエラもこんな感じにね、ふさふさです。はい、ということで次の方、はい、これもまた、この子のワンタンちゃんの動画のコメントです。岩蛇さん、あ、いつもありがとうございます。目が可愛いっす、とのことです。可愛いですよね。
特にこのウーパールーパーの品種がいろいろありますが、この白い肌に黒い目の粒子スティックというこの種類が一番人気なのは、やはりこの目のクリクリ感がより強調されるからなんでしょうかね。他のね、他の品種の魅力がね、可愛さがあるんでね、できれば全種類買ってみたいななんて思うんだけど、なかなかね、場所がね、もうこれ以上、ちょっとね、いろいろこう、大変な感じになってます。ありがとうございました。さあ、次の方、これも、ワンタンちゃんのお迎え動画のコメント、223。いつもありがとうございます。ね、うちはいつも書いてくださる方がたくさんいらっしゃってありがたいですね。うわー、不思議な生き物だ。目がかわいい。どれだけ大きくなるのかな。次は食べてるところが見たいとのことです。ねえ、見れば見るほど不思議ですよね。いつもニコニコ笑っているような顔をしながら、ぼへーって過ごしてるかと思いきや、素早くご飯を食べるみたいなね。ちょっとね、今日は水替え直後でご飯もさっき与えたばっかりのとこなんでね、今は給餌動画を見せられなかったりして、次ぐらいでね、給餌動画をお届けできたらななんてね、水替えのこう手順とかもね、うちでやってる感じをお届けできたらななんて思ってますよ。さてさて、次の方もワンタンちゃんの動画へのコメント。レプタイルズ・イッキング・CH さん。いつもありがとうございます。ウーパーに手を出しましたか。サムネ今回も素晴らしいっす。とのことで、カカジーワードてんこ盛りでね、コメントありがとうございます。そうなんですね。ついにね、手を出したんですよ。ね、このサムネを決めるために、あの動画の後半ね、ひたすらいろんな絵面を撮っていくっていうね、そんなこともやってみたりとか。このアキラリウム酸式の買い方なら買えるってことで手を出しました。次の方、しばらくワンタンちゃん動画へのコメントが続くのかな。フランソワ・オスカルさん。ありがとうございます。我が家もウパが2匹おります。いいね、先輩ですな、先輩。メダカより小さい頃に我が家に来て、今や20センチほどになってます。すごいね。メダカより小さいってことは、もしかしたら手足が生える前だったりするのかな。うちのはね、まださすがにメダカよりは大きい感じだったね。いやー、すごいね。今や20センチと。ほほー、まだまだ大きくなるんじゃないですか。ウパは成長が早くてとても楽しいですよ。ね、ほんと早い。あっという間に大きくなってきた。表情だけでなく行動も愛嬌たっぷりで可愛いです。で、今ね、皆さんにも見ていただいているようにね、ああやってうろうろしてるの見るだけでも可愛いね。ウパライフ楽しんでくださいね。とのことです。もうね、満喫してますよ。毎日のお世話で癒されまくりだね。ありがとうございます。ねえ、2匹。どんなカラーが2匹なのかなってね、ちょっと気になるね。さあさあ、次の方。藤田さん。藤田さんですね。藤田さんはあれだね。漆黒の音声さんとともに、アキラリウムさんのライブ配信でね、お会いしてる感じだね。さあ、では、待ってました。思ってたより小さいサイズでプリチーですね。私も帽子の影響でアホちゃんゴールデンをお迎えしたところなんですが、すでに10センチオーバーで初日から餌をバクバク食べてくれました。お互い毎日水替え頑張りましょうとのことです。ね、そうなんです。私とともに藤田さんも帽子、おそらくアキラリウムさんでしょうね。
ゴールデンもゴールデンでいいですよね。キンキラキンでね。ああ、10センチオーバーってことは、うちのより全然大きいね。うちのまだ7、8センチなのかな。いやー、餌をバクバク食べるのがいいね。素晴らしいね。そういう点もアホちゃんの魅力だね。巨食とは無縁みたいなね。ね、毎日を水替えね、やってますよ。毎日っていうか、もう日に2度3度変えてますね、うちは。うちであげてる餌はグラブパイという熱湯で作る餌なんですが、それがね、やっぱり水を汚しやすいんでね、この子がバフって食った後に咀嚼している間に細けえのが舞うんだ。だからもう給餌の後は水替え必須みたいなね、感じだったりもするんで。さあさあさあ。はい、次の方は、舞子さん。はい、ありがとうございます。横から見た時に羽が生えてるみたいで可愛いとのことで、そうですよね。確かに今ちょうど横向きになってるからね、わかりやすいけど、ふわさふわさってね、羽が生えてるみたいだね。本当だ。いや、いいね。そういう見方を見ても天使みたいなね、見え方もするからいいね。さあ、はい。次は、ちょっとね、コメントでやりとりをなされてる感じだね。はは、こういうのもね、じゃんじゃんやってほしいですね。さあ、コメント主は、福島新さん。ね、はじめまして。はじめまして。ようこそいらっしゃいました。うちもウーパー飼育11年になります。なんとなんと大先輩だ。ウーパーは今年で11歳、11年目に入りますが、おお、長寿、ご長寿だね。すごい。カカカチョップさんも言われているように、水は全交換しています。はあ、やっぱりそういうことなんでしょうかね。最初は一応心配だったので、1週間は家の水に徐々に慣れてもらいましたが、その後は全交換で今日まで来ています。はあ、11年毎日全交換。ご苦労様です。いや、素晴らしいですね。ああ、うぱーいですな。ろ過での飼育をしばらくはした個体もいますが、全交換の新しいきれいな水の方が、なんだか外細もきれいで状態がいいので、結局ろ過なしで水替えは全交換の飼育に統一しました。飼育法はそれぞれあるようですが、やはり両生類きれいな水が好きなようですね。ウーパーは大人になっても正面から見ると赤ちゃんのようで可愛いです。ああ、とのことで大先輩のね、経験則をこうやって書いていただくと非常にありがたく心強いですな。やはり水全交換、毎日全交換でね、やるのがいい感じっぽいですね。さあ、それに対して、私はウーパールーパー。 この方もウーパーさん飼われてるんですな。その方がお返事をして、11年も飼ってるんですか？どのくらいの大きさなんですか？そうですよね。私もこれ11歳って見てすんげえなーってやっぱ思ったんでね。さあ、それに対して福島さんの返答は、全長20センチはありますね。未だに病気などせず暮らしてくれています。ブラックとリューシスティックがいます。なるほど。うちにいるこの子ね、ワンタンちゃんと同じ系統のリューシスティックと、アキラリウムさんのところで増やされているブラック、この2系統。なるほど、白と黒って感じだね。20センチぐらいとのことで、11年でも飼い方で、それぐらいでとどめられるっていう感じもあったりするのかな。ねえ、30センチぐらいになったりすることもあるみたいなので、その辺は系統にもよったりするのかね。いや、しかし11歳、素晴らしいっす。ってことで、次に行きましょ
次はあれだね。これは淡水フグのみかんさんの動画への、過去動画へのコメントですね。小生さんですかね。春に小さいに清い。ちょっとこう、中国系の方のようなお名前っぽいですけどね。なんかメダカに見えるという感じですが、これは何だろうな。ごめんなさい。ちょっと動画を開いて見てみると、何のことに対してなのかわかるかもしれないね。でも音を拾っちゃうとね。ああ、イキアカヒレの給餌動画ですな。それをこう、メダカに見えるって感じなんですかね。サイズ的にもね、同じ感じだね。そうなんです。まあそんなみかんさんも今やね、なかなかね、人工飼料のカーニバルに完全に根付いて、毎朝毎朝「はよよこせ」っつって大暴れしてますよ。はい、さあ次のコメント。また同じ超小生さんかな。読み方違ったらごめんなさいね。次はね、メダカを与える段階に行ったみかんさんの動画へのコメントですね。2つ同じ長さんからね、いただいてますよ。1つ目は、噛んじゃった、熊本産のみかんが飛び出す。いいキャッチフレーズだ。熊本産のみかんね、美味しかったですよ。そろそろもうちょっとしたらおみかんね、美味しい季節になりますからね、今年も箱買いで爆食しようかと思ってます。でもう一つのコメントは、どこに住んでますか？内緒ですね。いろいろね、身バレしちゃうといろんなこと、ほら4丁目の、しげさんとかさ、3丁目のきよさんとかさ、あの辺にこうバレちゃうとなかなか生きにくくなっちゃう世の中だからさ、ちょっとね、内緒ってことで、まあざっくりとは関東地方に住んでます。なので関東のね、東京とかのショップやら、イベントやらはちょいちょい行かせていただいてますよ。さあ続きまして、またワンタンちゃんのお迎え動画のコメント。月堂 T さん。この方ね、タランチュラのディープなマニアの方ですよ。めちゃめちゃ詳しくていろいろ飼育されてますよ。コモンネームとか流通名ってやつですかね。アンビストマメキシカヌムとか、そんな読み方、読みすかね。過去適当ってことで。前半はね、ウーパールーパーに関しての、その名前に関してのコメントですな。なんかね、コモンネームとか流通名っていうのは、こう、業者が決めてね、なんか勝手に決めて、それが定着しちゃったみたいなことがあったりするんですけども、ウーパールーパーに関しては、なんかどうやら当時のテレビ CM ね、インスタント焼きそばのテレビ CM の、放映で、僕なんかね、私の記憶の中でね、僕、ウッパールーパー、ホニャララカニャララみたいなことね、キャラクター、ボイス的にね、当ててた感じなんですけども、どうやら、その、多分、広告代理店とかのね、制作の方が、でっち上げた名前じゃねえかなって思うんですよね。それがテレビ CM で先にね、全国的に知られちゃったんで、そっちをもう商品名として利用した方がみんな分かってもらいやすいってことで定着しちゃったっていう、ものすごく特殊な例なんじゃないかなって思いますよ。そして後半はあれですね、学名だね。アンビストマメキシカヌム。そんな感じなのかな。ねえ。なかなかこう英語ですらないですからね。あれね、何語だったっけか。なので読み方も難しいんだよね。そんな感じです。そして次は、アイシーマンさん。こんばんは。こんばんは、カカジーさん。こんばんは。お迎えおめでとうございます。ありがとうございますね。なんとも愛らしい顔とスケルトンぶりは神秘的ですね。ですなぁ、本当に。
若かりし頃、日本中に話題を振りまいたウーパーさん。ねえ、あら、ってことはシーマンさんと私結構同世代なのかな。ね。で、ああ、毎日水替えなのですね。そうなんです。かわいいってのとのことでした。はい、そうなんです。毎日水替えなんですけどね、このサイズの容器でもう一個同じのを用意しておいて、すぐに網でシャッて移して、水を捨てて、洗って、水を、新しい水入れて、また置いとくみたいな作業なんでね。2、3分ぐらいで、ちゃちゃっとできる作業ですんでね。すごく負担はないですね。逆に、こう、ろ過器をつけて、週に1回3分の1、よっこらせみたいなことやる方が、なんか、私的には手間を感じますね。はい。という感じなので、狭いスペースで飼育できる生き物は、このスタンスでやってもいいかななんて思うぐらい。常に水きれいですしね。はい。さあさあ、次の方。次の方は、レオパの飼い方動画。ペットシーツの敷き方の動画ですな。それに対して、ヘムヘムさんがコメントをくださいました。ありがとうございます。これ大丈夫かな？音声コメント返しで。今回のナゴレプでレオパをお迎えしようとしているものです。ケージはどの大きさのものを使ってますか？とのことなので、ちょっとね、これだけは音声とともにテキストでもね、お返事しときますね。これ、わかんないで聞いてない可能性も高いんでね。これはね、うちは、あれ、鈴木製作所さん製だったかな？フラットプラケというね、プラケースですね。透明のケースの横にもスリットが入っていて、高さがなくって、底面積はそこそこあるっていうね。長さどんぐらいだったかな？ 40 センチぐらいあんのかな？幅が20センチぐらい？ちょうど60センチのメタルラックに、うちは3つ縦置きで並べられてるんで、多分そんなサイズだと思います。これで、2匹、1号さん、2号さんは18年と半年。それから、V3 さんは5年ぐらいかな。飼育し続けてます。まあ、V3 さんはね、幼少期に、リクガメの、ホシガメのカラシさんと一緒にね、ケージに、木製自作ケージに住んでもらった経緯はあるんですが、最初の1年ぐらいだったかな。あとは他の2匹と同様に、そのフラットプラ家で生活してもらってます。特に不都合は感じないですね。ちゃんと成長しますし、病気にもかからない。ただちょっとね、1回だけ1号さんが脱皮不全で指を飛ばしたことがあって、それに関しては、床材とかケースの問題ってよりも、当時ちょっとね、食が細すぎて栄養状態が良くない上にクーリングをさせてしまったっていうね、そんな経緯があったんで、その辺の方が問題なのかなってことで、その後は栄養状態改善してからは全く脱皮不全のだの字もないっていうね。結構ズボラでね、そのフラットプラ系に水的なものは、ウェットシェルターだけしか入れてないんだよね。しかもそのウェットシェルターね、カラカラに乾く時もあるぐらいほったらかし気味です。一回ね、こう1日2日ぐらい水が干上がってから水足す感じで飼育してるんですが、特に脱皮不全を起こすこともなく、特に脱水症状を起こすでもなく、それぐらいだと別にこう慌てて水を飲みに行くっていう感じはないですね。さすが砂漠地帯の出身だなって思います。はい。さあ、次はまたワンタンちゃんのお迎え動画の、なんか今、ワンタンちゃんっつったらこっち向いたね。ワンタンちゃんの動画へのコメント。はい。あきえいちさん。この方も本当によくね、コメントくださる方だね。かかじ、久しぶり。いや、久しぶり。ね。
会えなくて寂しかったぞよ。ごめんなさいね。いろいろバタつくとね、動画更新ピタって止まっちゃうのがカカジの特徴なんだな。できれば毎日ね、何かしかの動画配信したいなっては思うんだよね。うん、なかなかうめえこといかねえわ。はい。ってことで、ウパさんのお迎え、羨ましっす。この間の私のお迎えしたのは金魚です。うふふ、弟とお祭りに行ってお迎えしました。とのことで、そうか。メダカさんのね、飼育容器に新しく仲間が増えましたってね、コメントいただいて、何かな、何かな。メダカのタンクメイトってことは南沼エビあたりかな、なんてコメント返したんですけどね。金魚さんか、そうですよね。お祭りのシーズンだ。金魚すくいのシーズンだね。久しく行ってねえな。来年あたり行ってこようかね。どんな感じの金魚さんだったんだろうね。いいね。金魚さんとメダカさんだと結構ね、相性いいよね。ただ気をつけなきゃいけねえのは、まだ今んとこ大丈夫だと思うんだけど、金魚さん、でっかくなると口に入る大きさの魚はパクリってね、食べちゃうんで、ちょっとね、やばそうと思ったらね、別個にしてあげた方が安全かもしれないですね。金魚すくいでね、連れてくるぐらいのサイズだとあんまり大きさ変わんないから、多分まだ大丈夫な気がします。はい、お迎えおめでとうございます、金魚さん。はい、さあ次の方、あ、出た、来ましたよ。これもまたワンタンちゃんのお迎え動画のコメント、直樹パークセブンさん。いやー、本当にね、この方、私スーパーリスペクトしている配信者ですよ。こんな家に住みたい、こんなケージでこういう生き物を飼育したいって思ってしまうね、そう思わせる魅力がある、こうケージセッティングとかね、ケージ作成したりとか、あとはこの方独特の癒し系のトークっていうのかな、なんかね、本当にこの方の動画見るだけで心がリフレッシュされて清らかになるっていうね、この方の声はおそらくF 分の1揺らぎっていうのを持ってらっしゃるんじゃないかな。ね。なので、この方は、私も大好きでよく見させていただく方なんですけどね、ありがたいことに私のとこにもこうコメントで、書きに来てくださるんで、本当にありがたいですよ。ね。さあ、読んでいきましょう。ウパさん、お迎えされたのですね。そうなんです。お迎えしちゃったんですよ。この顔、何とも言えない可愛らしさがありますよね。そうなんです。なんかね、他の優美類にはない顔立ちなんですよね。これまた上陸個体の顔を見ると、普通の優美類の顔立ちになるんですけどね。これはやっぱり幼体形態のならではの特徴なんでしょうね。面白っす。はい。で、私にはエラが逆立って、私にはエラが逆立った髪の毛のように見えて仕方がないです。かっこ笑いとのことです。パンクな感じかしらね。こうね、あの櫛でね、髪の毛をガシャガシャガシャってやると髪の毛立っててね、それでスプレーで固めてステージに出て、わーでででででで、みたいなね、っていう時代もありました。私にもありましたね。今やると髪の毛の量がさらに減ってしまうんで危ないんでね、やらなくなりましたけどね。そうなんですよね。そうですよね。ちょっと髪の毛っぽくも見えますよね。こうやってこうなんかふさふさがね、あの他の爬虫類や両生類にないようなこういうふさふさがあると、いろいろな見え方がして楽しいですよね。その時々のね、表情でも見え方も変わるでしょうからね。今こうやって見えてる時とね、見えとる時とね、こうやって泳いでちょっと畳んだ感じになる時でもまた表情が変わりますし、後ろから見るとちょっとね、なんだろうな、ね、メカメカしくも見えたりもしたりとか、しますね。ということでした。ありがとうございます。さあ、最後のコメントです。はい、これは
れですね、カエルの、ベルツノガエルのエクリンのブルーギル給餌チャレンジへの過去動画だね。ここへのコメントいただきました。もう去年の夏の動画ですね。1年以上前の動画だ。ありがとうございます。猫パンダさんです。かわいいうさぎのアイコンでね。さあ、読んでいきましょう。クワガタの時もそうでしたけど、怖がるカカジー好きです。ウフとのことです。これね、仕込みなしですからね。私の動画はね、もうノープランで撮り始めて、その時に起こったことをお伝えしていくっていうスタイルなんで、リアルビビリです。ね、人がリアルでビビってる様ってやっぱちょっとね、コミカルな感じだったりするとおかしかったりしますよね。そんなところも楽しんでいただけたら嬉しいね。古くはあれですね、今では怪談で有名な稲川淳二さんなんかも若かりし頃はそんなスタンスでしたね。なんかこうリアクション芸人的なね、痛い思いをするようなね、芸を見せて最後に楽しんでいただけましたかっていうコメントで締めるっていうね。私のリスペクト、ね、リスペクトする人その2ですよ、その2。ね。直木パークさんその1ですかね。直木パークさんね、他にも、メンフクロウでしたっけ？アイコンでね、そのフクロウさんと共に映られてるんですけどね。結構公園とかで飛行訓練したりとかして本格的に飼われている方なんですよ。で、この前ね、私ね、ちょっとしたカフェ的な、なんかこう動物と触れ合える系のカフェ的なとこに、有名店に行ってきたんですが、いろんなフクロウやミミズクさんたちと戯れてきました。いやー、いいですね。今までね、猛禽類はちょっと怖いなーなんてね、思ってたんですけども、いやー、腕の上に乗っけてね、頭なでなでした時のあの感じは、他の動物にはない何かが私の中で芽生えたね。で、そこでね、いっぱいいろんな種類がいた中で、一番のお気に入りを腕に乗せさせていただいたんだけどね、帰り道、それがだいたいおいくら万円なのかななんて調べたらね、なんと65万円でした。ははは、とても買えない、買えない。ねえ。いや、びっくりしましたよ。いや、お高いねえってね。はい、ちょっとね、もうね、全部収録終わって、編集終わって、アップロードしたんだけど、その後に、お一人だけね、コメント、書いていただいて、ちょっとね、時間があったんで、慌てて今、収録してますよ。追加、追加。ってことで、こちらは、アマゾンツノガエルのヨモギさんだね。ヨモギさんをなんで映していくかっていうと、次の、コメントはヨモギさんに関するコメントだね。お名前が、ヒロさん、ヒロさんから、いただきました。カカジイさんへ、こんばんは、はじめまして。はじめまして。最近チャンネル登録させていただき、いつも楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。アマゾンツノガエルのヨモギさん、めっちゃ可愛いですね。かっこ笑い。色合いといい、形といい、素晴らしいですね。素晴らしいってよ、ヨモギさん。こちらは画竜で創作折り紙をしているんですが、おお、すごいですね。先日、早速、アマゾンツノガエルを創作してみました。作れちゃうんだね。こんな美しい色合いの素材がなかったんで、民芸士、和紙の、なんて読むのかわかんねえな。なんとかっていう黄緑色を使っての一枚織りで、目は織り出していますが、雰囲気を出すため、
後から目とお腹の白&黒っぽい部分は貼り、フリー素材のアマゾンツノガエルを参考にしながら体の模様は描いてみました。撮影当時のよもぎさんはまだ小さいようなんで、一応メスの設定で、出来上がりが長さ 13×、 幅 12×、 高さ8センチくらいになりました。 YouTube では超ショートで URL、ブログではデジブックスライドショーを添付した URL でアップしています。まだ何も飼っていませんが、生き物は大好きで、飼育運動を学ばせていただきたいと思います、とのことです。はい、ありがとうございます。一応ね、表示は URL はね、長くなっちゃうんで割愛させていただきます。見たい方がいらっしゃったらね、よもぎさんのどれだ、アマゾンツノガエル給餌豆アジチャレンジ、豆アジチャレンジの動画だね。2017年4月27日に公開だってさ。ずいぶん前の動画だ。2年以上前だね。1年以上前か。まだまだよもぎさんが小さい頃だね。気がついたらよもぎさんこっち向いてら。ということで、折り紙なんだね。でね、実はこれ撮影の前にちょっとね見させていただいたんだけど、すごいね。これオウムって読むのね。オウムという名前の折り紙、違う、和紙のオウムという名前で黄緑色なんだね。不思議だね。でね、見させていただいたんですが、元気。いやー、よくできてますよ。しかも一枚折りで自作っていうかね、ご自身で試行錯誤して作られているってことで、いやー、なかなかすごい。アングルによっては、本当のね、カエルのように見えるものもあったりとか、素晴らしいですね。ってことで、興味ある方は、よもぎさん、アマゾンツノガエル給餌豆アジチャレンジというところから、コメントでね、書かれているヒロさんのコメントの URL からポポーンと飛ぶとね、見られますよ。ね、ヒロさん、一体最初に飼う生き物は何でしょうね。ちょっと楽しみだね。はい。ちなみに、よもぎさんはオスちゃんでした。生き物なるほどシリーズでね、ゲーコじゃねえか、ヒューコヒューコ泣いている様をね、収録しているんで、ぜひ見てみてください。はい、ありがとうございました。では、通常の流れに戻りましょう。ってことで、テキストでお返事をしていないコメントはこれにてね、全部言葉じゃねえや、片言か、肉声でお返事をすることができました。なんと30分超えの動画になっちゃった。これ時間かかるね。どうなんだろうね。よしあしだね。自分のところが来るのがどこかななんてね、探すのも大変だったりね、全部聞くのも大変だったりね、なんとなく暇がある人しか聞けねえやみたいな感じでコメントの頻度が減っちゃったりしてこのスタイルどうなんだろう。ちょっとしばらくこれでね、続けてみようかななんて思いますよ。動画を一本なんか出したら、次の動画はコメント返しの動画っていう感じにしてみようかななんてね。そうするとちょっとね、本数も頻度上げられるのかなっていうのもあったりとか、あと文面でねお答えしてするのにちょっとうまく伝わんねえ時があるんだ。飼育に関してとかの質問とかも結構いただくんだよね。で、私の経験上で言えることをお伝えしてんだけども、
ね、そういうのってやっぱ肉声の方が伝わりやすいかなっていうのもあったりしたんだよね。はい。ということで、また次回の動画は何かな？またお会いしましょう。えい、シークンド、極めましょうね。逆光。はい。さようなら。こうやってね、指に反応するようになってきたよ。はい、お元気で。チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここ。です。よろしくです。